ローテニスファン美咲です。今日は私のすごいフォアハンドをお見せしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いいじゃないですか、そのすごいフォアハンド、ね、はい、ちょっと1本目でもうだいぶすごいのが分かったんで、はい、分かりました、はい、ちょっとどうでしょう、逆クロスとか、はい、そうですね、あの回り込みとかも見たいんですけど、はい、あのラリーをラリーの中で中でっていうのでどうします、誰とやります、誰と3人しかいないんですけど、こんなすごい人たちの僕ら全員で向こう行きますちょっと怖い、怖いです、怖いです、誰進行するじゃあぜひラリーをしながら、はい、よろしくお願いします。お願いします。オンラインテニススクールチームスタテニではオリジナルアプリで圧倒的なボリュームのレッスン動画を配信中。上手くなりたいあなたをお待ちしています。全然あの自分のタイミングで、はい、自分のペースでお願いします。おー、いいボールだね。で、なんかなんかベースが速いっていうか、確かにいいね、その多分そんなに強く打ってる感じじゃないんだけど、うん、ボール その飛びがすごくこう、うん、あー、わざい、うん、スタンダードが速い。そう、おー、ナイスボール。すいません、球が速いっすうわ、いい飛びしてる。でもおお、いやでもやっぱり美咲ちゃんの武器といえば、うん、はい、こうもちろんフォアハンドの展開のダウンザラインもあるんですけど、うん、あの回り込みの、うん、逆クロスとか、逆クロスとか、うん、回り込んでストレートとかね、そう、うん、両方打てる。やっぱりこの一歩目が早いよね。なるほど、まあ、まだね現役引退されて数ヶ月しかね経ってないですから。高いところも打てるし、ね、結構あれですか、ジャンプして打つこととかってあるんですか。あります、フォアでは。やっぱ高いボール、はい、うん、まあ、うん、自分で意識はしてないんですけど、まあ、自然なジャンプとか蹴り上げだろうね、はい、うん、まあ、とにかく下半身がしっかりとセットアップされてるからこそ、うん、この足の力というか、うん、そういうのをうまく伝えられてるように見えますね。今もなんかもう多分まだ動けるから動いちゃうんだよ ね、 ね、なんかだからもうしんどい、しんどいけど、昔は ね、 ね、はい、のちょっと前まではそんなことなかったんだろうと思うけども、やっぱりでもこれだけ動かないといいフォアハンドはやっぱ打てないとも言えるよね。確かに、そうですね、やっぱり自分の力でしっかりとこの足からのパワーを伝えるのが、うん、自分の武器でもあったので、うん、なるほど、ちょっとあのクロスまで行かないですけど、みずきちゃんその辺りにいてもらって、ちょっと回り込みのところらへんで、オーナープロスすいません、はい、お、もうあのオープンコートに打つときは打っちゃってください、うん、遠慮せずに。左ひんの選手にこれやられると嫌なんだよね。うわ、やっぱ分からないからね、うん、足来るのって足が止められちゃうよ。そう、アイボール、うわ、あ、スイングスピードが速い、ボール速いでしょ、速いよどうせ、うん、ハイボール、やっぱアベレージのボールの質がいいね。なんか見てるとここが結構立ってる状態から、うん、確かにがギリギリまであって、そっからがすごくなんかこう一気に落ちるね、うん、ここまで待ってて、でダンってここが早いよね、うん、すごく多分まあいつも通りのフォアハンドなんでしょうけど、そこの辺の意識は多分してないのかな、うん、してますか、 なんかここでホールドして一気に行くよみたいなのはありますか。いや、その意識あんまりないですよ ね、うん、はい、ただリストは柔らかくというか、うん、は結構意識するかも。ここの柔らかさっていうのは、はい、このボールをやっぱり下からしっかりと捉えていくっていう、はい、そういう意識もはしてます。ありますか、はい、うん、下からでスピンをちゃんとスピンをしっかりかけて厚いあたりで捉えるっていう、はい、ね、このなんかねうまく下に入れてスッとこう、うん、なんていうのかな、回転を多くかけるときとちょっとこの後ろからガツッと当てるときとね、うん、うまく
使い分けられてるから、はい、いや本当分かりづらい。この間っていう、うん、なんていうか間っていうのがある、はい、空間だ、うん、空間があるっていうふうに言ってましたけど、うん、ご自身のこのインパクトってどこですか。ここら辺かな。意外と手前で意外と見える、うん、もっと、ま、前なのかなって思ったら、うん、でもそこからのこうグオンっていうのが大きいのかな、うん、そうでもないか、押し出しかもしれないですね、うん、ここの確かにね。でもそこは意識せずに、うん、普通にスイングした時にこう手がうわっていく感じ。はい、まあ、それと多分もしかしたら体の回転とかで、うんうん、こう、うん、ここがやっぱ大きいよね、はい、大きい、フォロースルーが。そうかもしれないです、うん、はい、で大きいけども遅くならない。そうそうそう、この大きいとなんかスイングスピードってちょっとこう、ね、遅くなるんだけど、そう大きい中でもちゃんと自分の方にこの持ってくる、うん、まあ、あの力も強い。ここは意識してるんだもんね。ここを、うん、最後終わるっていうのはフィニッシュは意識してる、うん、はい、ちょっとフォアのクロスでもいいですか、はい、オーナープロ、はい、オーナープロ、あのたまにちょっとスライス打ってみてどう対応するか見たいんで、はい、やばいな、試されている。たまにね、たまに大丈夫、みさきちゃん、僕とは今日試合、あ、ごめんなさい、僕とシングルスはやらないから。助かります。あ、でもちゃんとね、スイングが、あ、ここが ね、グッと下がってね、うん、印象あるね、確かに、うん、この腕全体を下げるんだよね、うん、一回、うん、うわ、あ、本当だ、うん、こう来てね、うん、ごめんなさい。あ、イゴル、うわ、うん、うん、うわ、うん、あー、ナイスショット。オーナープロもちょっとエンジンかかってきた、ね、ちょっと黙ってきた。ね、勢いあるから。うわ、うまい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 。このスライスをね、あえて打たれるなら僕はやらない。いや、取れないもんね。あの、いや、あれいうの、いや、やっぱりこのなんていうかな、相手からするとこうボールの変化を出した時に力みをすごくなんていうか強くしてくれる選手の方がやりやすい、うん、やっぱり効果あるなと思うけど、やっぱあれぐらいこの柔らかさがあるとやっぱスライス打ってもスピン打っても対応されるなっていう印象がすごく強いですね。うん、ここの柔らかさがね、そう、柔らかさ、すごいあるのと、あれだけ柔らかいのに、やっぱこの当たりが熱いっていうのはね、やっぱこれもすごく特徴的。どうでした？あの、早い、はい、ボールが早いでしょ。まあ、スピンもやっぱりしっかりかかってるし、うん、ボールの重さもあるし、一瞬でコース変えられると、うん、こうやってる間にもうボールいっちゃいますね。早いっていうのもあってね、多分、うん、多分そこでフォームが同じだから、逆クロスもストレート行く時も。ほとんど形同じなんで、こっちで隠されちゃうと、うん、分かりにくい、はい、それは困った。そこがやっぱ特徴でしたね。特にね、左利きでの逆クロスってあまり僕ら右利きにとっては慣れてないじゃないですか、うん、右利き同士だったらなんかバックに逆クロス来るから分かるので、うん、左利きだとやっぱフォアに逆クロス来るってすごく嫌だなっていうのはありますね。まあ、スライスで僕らね、うん、なんとかシュッてこうできるからいいけど、うん、両手の人がなかなか返せないですね。そうですね。チャンネル登録よろしくね。ではバックハンドをちょっとやっていきましょうか、ね、はい、はいはい、お願いします。両手打ちです、ね、あ、両手打ちです、はいね、ちょっとあのグリップをすいません、あの確認の上で、まず左手はどう、 あれ結構薄い派、まっすぐ上、ほぼコンチ、いや、コンチより薄くない、薄いか、あ、コンチより薄い、ちょっとこうだよね、こっち側に入ってるってことですよね、うん、こっち側で、右手は後ろから添える。後ろだ。あ、じゃあ、ちょっとやっぱ被ってんのかな。こっち、うん、こっちだと思う。バックはスピン系じゃないですよ。フラットフラットだね。フラットだけど、結構厚めに、だから、かバックにして厚めだよね。そう。だから、厚い。いわゆる、片手で言えばこういうイメージでしょ。うんうん、どちらかというと、そうだ ね。こっちにこう入ってるって感じ。そこまでいかないだろうけど、そうだね。思ったよりも厚い。 どっち重視ですか、右左は。聞かれると思って考えてたんですけど、はいはい、ぜひぜひ。いやでも私多分半々、半々、はい、なるほど、少ないってことか。
右の感覚が、うん、本当はもうちょっと7、3とか、うん、行って6、4ぐらいかもしれない、うん、それ以上はない、うん、ない。あの低いボールは食って、うん、右、まあ、右このねリストのワークでね、うん、感覚出してそうちょっと打ちながら、はい、ちょっと、はい、あの見せていただいて、はい、ボール出しでお願いします。バックコンパクトだな。そうなの、バックはめちゃくちゃコンパクト、ね、うん、本当だ。これ本当に良くなったよね、バック。でもこのボール出された瞬間にクッと動いたのはこれもう職業病だね。そうだもう完全に選手の時のね。いやでも本当土井選手といったらフォアって言ってたんですけど、うん、最後現役、まあ、私も携わらせてもらう中で、うん、すごくバックが上達しましたね。た、うん、いや今見ててもなんか内訳が、ね、悪いよ。あ、すいません、全く、うん、苦手のようには見えないけどね。ここあのバックがすごく良くなりましたね。ラスト行きましょうか、はい、ナイスボール。あー、こことここ開けてるんですか。そうでもない、あんまり開いてない。ついてないついてます、ね、ついてるか、うん、そんなに上持ってないもんね、うん、この右手がね、うん、すごくコンパクトに、うん、でも力はうまく伝わってるっていう印象ですね。どこが苦手だったんですか。苦手というかフォアからするとでも今よりあんまりボールに力が伝わる、やっぱフォアがすごいダイナミックだったから印象としては外側ではそういう風に見えたけど、はい、今すごい今いい方でし た。どういう、例えばどういうボールがいかないとか、ここに苦労したって、やっぱり安定感がまずなくて、うん、結構ばらけちゃうので、もうしっかりステップインしてボールの方向にっていうのは、うん、っていうことイメージして。じゃあフォアの最初の入り方のこういうセットアップの仕方っていうのはバックでも同じような考え方。あ、そうですね。なんで、まあ、フォアは多分左足でこう、うん、ボールの後ろなんですけど、バックは右足で入って、うん、右左かかな、はい、最初のセットでこうなるわけだ。で連動して少しの時間ですけど、うん、多分映像でもしかしたら見るとそんなかもしれないですけど、一応こういうようなパターンっていう、パターン、うん、フットワークはやっぱね細かい部分が多分あると思うんで、インパクトもすごく熱いじゃないですか。熱いですね、今、うん、この一番この辺で打つ時 の、 まあ、準備はもちろん大事っていうのは今、はいはい、聞いて分かりましたけど、ここの感覚としては何を大事にしてました。なんでやっぱり結構もっとぶつけるっていうか、ぶつける、こう打つ方向にしっかりと自分の体重を持っていくっていうか、私結構回す意識ではないんだ。あ、ないです、あんまり結構、あ、このここを押しちょっと押し出す、割と押し出してるかもしれないです、はい、でもフォアもしっかり回るしバックもしっかりこう回ってるイメージように見える。本当ですか。逆にここをなんかこのわざと、あ、確かになんか小さくしてこうクロスに楽に行くようにしてるのかなっていうふうに見えた。不正かもしれない、こんなには多分なってないから、うん、ここがねそんなにこの多分美咲ちゃんの中では意識的にはもうちょっとこう、はい、押してるようなイメージなんだろうけど、はい、多分違うわ。回転で打ってるように見える、うん、見える。そう、俺もそうだった、うん、ただなんか一時期肩を怪我してた時があって、左肩を、はい、でこの位置が難しい時があったんです、はい、でスライスが打てない、はい、くなって低いボールを全部まあバックで処理しなきゃいけないってなって、うん、バックの感覚が多分良くなりました。ここのキュッっていう感覚が出てきて、うん、最後の方はスライス打てるようになってきて、うん、なんでそうしたらバリエーションが増えて、なるほど。じゃあ1面あったらほぼ6、7割はフォアで行くぞっていう感覚、うん、なるべく、はい、そうするとね、ここ狭いとこでいいもん ね、 そうですね、ここバック打つっていうのはね、はい、あとフォアで構えてて、ね、はい、サイドに走らされた時だけちゃんと処理すればいいからね、はい、そうなんで私基本的に、まあ、バックのクロスが得意なんですけど、うん、ここを練習するようになると、うん、バックのダウンザラインが打てるようになって、相手にこうクロスで待たれないで、うん、ダウンザラインも打てるようになったので、うん、そこでちょっと幅広がったりもしました。ちょっとスライス、うん、スライスも上手なんだよね、はい、すごく見せていただいてね、うん、スライス、はい、感覚がものすごいあるから、うん、結構飛ばせるね、うん、なんかこれだけあれできたらね、
何度も言うですけどガスケっぽくいけそうな感じするけどすごいでもやっぱりボレーも上手だし、うん、スライスの感覚もものすごいある選手だから、うん、あスライス早いな、うん、ボールが早いちょっと若干鈴木拓夫にも似てる感じがする、うん、滑ってくねおスライスうまいナイスラストいきますいいねラストうわちょっとやっぱ僕らでいう男子っぽい打ち方ですね、うんうんうん、ラケットが、ね、ここがねグラグラしない、うん腕とラケットがしっかりこう力強い中で、ねはい、あとセットアップが絶対こうならない、うん、こう上からフラット、うん、で、ね、あんまこうならないですねならないですならないように練習したのかそれとも片手開く練習したのかあんま開くように意識はしてますね。大体両手打ちの人ってあれですね、ボレー片手なるボレー片手です。ですよね、はい。だからそれもあるんじゃないですか、うんうん、筋力もあるし。うん、だからこうならないように、ク、う、ッ、ん、と。スライス多分、過去一上手いかもしれない。うん、本当ですか。女性女子で選手のね、まあ。特にね、両手打ちで打ってる選手にとってはやっぱり片手のスライスって、ある程度数こなさないと。うん、なんかやっぱりバック攻められることが本当に多いので、うんうん、バックで何か、変化をつけられるようにと思って、うんまあ、スライスを1本打てば、うん、その後相手がこうちょっとやってくれるんで、うん、ここで回り込むっていう、はいうん、フォアハンド、バックハンドを見せていただきましたので、はい、この後は、うん、あの小野田プロの、ね10ポイントシングルスであったり、はい、僕らが混ざって、最近多いですね、いやいやもうこれはもう小野田プロの大事なお仕事ですから、はい、よろしくお願いします。その後あのミックスダブルスもありますので、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。エレックス今回 X100 ツアー X98 ツアーということで新作モデルになっておりますと、はい、見てくださいねじれてるんですよ、まあ、このねじりがですねなんとフォアハンドとバックハンドの打感を科学的に変えていこうというところから来ておりまして、はい、なんとこのラケット右利き用と左利き用分かれております、はいまあ、実際に球を打つ時の衝撃ですねフレームが数値でフォアハンドで打った側の方がフレームの剛性上 11% 約硬くなってつまり硬いということは、まあ、あんまり飛ばない、うん、フォアの方が、まあ、飛びにくい、まあ、むしろしっかりスイングしてもしっかり収まってくれると、うん、でバックハンドの方がどちらかというと球を押してくれる上げてくれるのかなそうですねなのでネットを越しやすくなるほど工夫されてますね、はい、通常ですねラケットというものはですね1本のチューブからできております、はい、これどういうことかというと、まあ、いわゆるカーボンをこう丸めました、まあ、こういう筒のチューブを作ってこれをまあ変形させてグリップのところでガッチャンしてラケット作るという構造なんですね、はい、なんとですねこの X ツアーシリーズ、はい、トリプルチューブテクノロジー TTT ということでこれ見ていただくとですね中にですね2本さらにチューブが入っていてで、まあ、真ん中もチューブ状になっているので、うんうんまあ、3つのチューブが束なっているというような構造になっているのでよりですね面ぶれしないとそれで剛性がまあ高くなっているということですか、はいうん、これがまあこうぐるっと回ってきてで最後グリップのところでガッシャンして全体的に本格的なというか、より競技志向向けのというイメージがありますが、うんまあ、小野田さんから、はい、そしてリコがかなり球を潰している感覚が出たというところで、ね、X パワー、はいまあ、ちょっと最後にこのニューカラーお色についても、まあ、かっこいい色ですよねかっこいいです、はい、あんま他で見ない色ですね、そうですね、じゃあですね何色かと言いますとフローズンエメラルドメタリック色と初めてなるほどおすすめですおすすめです、はい、今クラブプリンスにご登録された方抽選で3名様にこちらのボストンバッグが当たりますラケットも入るし、なんならリコちゃんも入っちゃう？入んないわー